はい、YouTube! 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今回ですね、紹介しようと思っている商品はこちらになります。はい。わかります？これ。ゴリックスさんの、スポークのテンションメーターです。スポークのテンションメーター。何かっていうと、こうスポークありますよね。自転車には、こういうスポークが。これの張り具合の、を計測するツールになります。はい。で、これ計測するのにね、テンション計測するのにね、ちょっと必要なものとして、もう一つ、こちら。これ、わかります？はい。フレ取り台ですね。フレ取り台に乗せて、テンションで測る。というのは、そんな感じの組み合わせで、ちょっとやってみようと思います。ではね、箱開けてみましょう。まずこちら、でかい。フレ取り台。フレ取り台もね、気になってる方多いと思います。ね。で、今回はフレを取るのよりもテンションの方を先にやっていきます。はい。説明書が入ってます。あと、フレ取り台。こんなやつですね。おー、はい。あ、すごい。こんな風に折りたためて小さくなってるフレ取り台。あ、いいね、これ。持ち運びが楽そう。これいいっすね。で、こうやって立てて使うんですね。ほう。で、あ、意外とね、グラグラしてない。安定してるね、これ。もっとガタつくのかなと思って、ちょっと心配しました、今、見た瞬間。はい、フレ取り台出てきました。ということで、ここにね、まず、タイヤを乗せてみます。このね、フレ取り台の、この、ホイールを乗っけるこの台みたいな、これなんですけど、これ今ね、フロント側の時は、この狭い方、幅の狭い方、この幅のね。で、ギア側をつける時は、ギアのホイールの時はこちら側をつけます。で、ここにホイールを乗っけます。で、今回はフロントなんでこちら側で使います。はい、タイヤね、セットしました。ここでね、クイックでキュッと止めて、ここでね、こういう感じでで、締めておきます。はい、こんな感じね。ではね、テンションを測ってこうね、テンションメーターっていうのはこういう動きするやつで、ここにメモリが書いてあります。ここにね、張力度がこうメモリになってずーっと並んでます。はい、これで、張力が分かるようになってます。はい、でこれをここに当てて測るんですけど、ちょっとやってみますね。はい、一応ここで試してみます。で、これはどうやってやるかというと、こうやってギュッとひね、こう、こっちにギュッとやっておいて、ここ2つ、3つね、2つ向こうで1つこっち。こういう形で引っ掛けます。で、離します。離した時の値。今ね、51かな。51。で、これで張力度が51なんですけど、これだけじゃ実はダメですね。今このテンションメーターで測った張力度が51でした。そしてこのスポークの太さが今ね、こんだけ。2ミリちょうどです。はい、なんでそうするとどういうことをしたいかというと、今ここにね、こういうテンションメーター、このこ
ここにね、スポークの太さがね、いろいろ書いてある。いくつか 1.5 から 2.3 まで、普通の丸いスポークね。でこっちはあのブレード型って言って、あのエアロ型のペタンコになってるスポークですね、あれの太さが書いてあります。で今2ミリだったんで、ここの2のところで 51ですね、51だったんで2ミリの場合、テンションが59ということになります。はい、このね換算表みたいなやつで見ないといけないんですね。実際は59と。で、あのまあ通常はこれを何をしていくかというと、ここで1個測って、あ51でしたね、じゃあ次のところは、はい51でしたねという感じで、順番にねどん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 次のとこと測っていきます。ここは49ですねとかいう感じで、これを全部ねつけていくんですよ。ここは52ですね、あの必ずね全部一緒になってるってことはまずないです。伸びちゃったり、もしくはちょっとずれた状態が一番ベスト状態だったりなんていうこともあるんですよね。必ずしも全部ピタッと合った状態が綺麗にフレが取れてる状態っていうわけでもないんですよ。その辺がね非常に微妙なんですけど、でじゃあひとまずね、あの単純にちょっと大体が51ぐらいなんで、49ぐらいのやつがさっきありましたよね。ちょっと探してみましょうか。はい、ここ49です。はい、49ですね。はい、この49の状態のものを、50にしてあげようと思います。じゃあその場合どうするか、マスキングテープでちょっと印をつけておきます。これ49でした。はい、本当に49だったかな。はい、49ですね。これ少し、わかります？少し50より下に行ってます。49って48ぐらいに行きますね。はい、この状態、はい、こいつをね50ぐらいまで持っていこうと思います。で今何をしようかとしていると、この、スポークをの針を強くしようとしています。このスポーク自体が進行方向に回ってるんで、こいつを向こうに、ニップルを向こうにあるんで、こういう回転ですね。ではね、こちらに45度回してみましょうか。はい、これぐらい。さあ、これで。はい、今ね、50ちょい超えました。50ちょい超えた状態です。はい、こんな感じですね。はい、こういう風に変えることができます。ただね、これで変えてしまうと、実は良くないことが起きる場合があります。これだけでね、全部調整してしまうとね、フレがね、出てしまうことがあります。はい。じゃあね、ちょっと今の状態で、テンション張ったんですけど、実際フレはどんな感じになってるかっていうのをちょっとチェックしてみましょう。やっぱりとても重要なのはね、フレの状態と、張力の状態、これこのねバランスがね結構難しいんですよ。今ねこっちにビヨンと寄ってくる場所が一箇所あるんですけど、ここです。こう今ね張った場所、いきますよ。これねちょっと音が出せると思うんで、さーっていう音がするの分かりますかね。さーって音がする場所があります。要は当たる場所があります。
ここですね。ここ。今、いっぱい貼ったんで、このスポークって、斜めに、右側に行ってますよね。こっちへ。スポークを貼ったということは、ここのリムをこっち側に引き寄せてるってことなんですね。なんで今みたいにただ単にそれ張力だけを見て貼ってしまうとリムが歪んでしまいます。だから必ずしもね張力を合わせればいいっていうだけではないんでね、非常にここは難しいんですけど、でまあこの場合どうしたらいいかというと戻すんですけど、どれぐらいかな、これはねここの具合を見ながらやるしかないです。この離れ具合、今一瞬つきますよね、まだここでつきます、ここでさっと触るんで、なんでまだもうちょっと緩めてあげないといけないです。よいしょ、だいたいどうだろう、動かすの45度間隔ぐらいとかで動かしてみるといいかもしれないですね。はい、これで今ねつかなくなりました。ここだけで多少のねこうふわ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 はあるんですけど、先ほどみたいにこのこのマークをしたところだけがガーってするってことはもうなくなりました。はい、いいですね。でこの状態でここのテンションいくつになってるか、今 5.0 です。だいたいいい感じにはなりましたね。さっきは5をねちょっと超えるぐらいまでなってたんで 5.0 に設定することができました。こんな感じです。で今ねこれだいたいほとんどのところが50から52とかそれぐらいの数字です。うん、こんな感じでね設定していくんですね。で時々これ全部測っていくと多分ねなんかブレーキかけるときにブオンブオンっていう音がするなとか言って なってくる場合があるんですけど、時々ね1箇所とか2箇所、まあ、どこか1箇所だけとかね異常にスポークが緩んでることがあるんですよ。もしねスポークがこうどっか一箇所だけ緩んでいて、そういう状態で走ってると両側のスポークに負担がかかってスポークが折れてしまったり、もしくは反対側のスポークがねこっちが緩いもんだから緩いと向こう側に行く力が加わってくるんで、反対側のスポークに負担がかかってこれが折れちゃったりとかするんで、できるだけ、このねスポークの張力は同じぐらいにした方がいいです。した方がいいというかするべきですね、はい、まあこれがだいたい張力が同じだとだいたいいい感じにはフレとかね、あと縦フレも横フレもだいたいいい感じにはなるんですけど、やっぱりそれだけではやっぱり難しくて、このフレ取り台もやっぱり必要になります。まあこの2つでね、そういうところを微調整することはできます。ただね、本当に何本も折れてしまったりとか、もうとんでもない状態になっているときは、このフレ取り台とこのテンションメーターだけではちょっと足りなくて、実際はね、センター出しとかそういったのもやらないといけないんで、別な道具も必要になったりとかもします。まあけどねそうだな、このフレ取り台でもある程度センター出しはできます。ここで測っといて今度反対向けてそのままねここの
金具を変えずに反対に向けてね、やればいいんですよね。そうやってやることもできるんで、ある程度はできますけど、まあできればセンター出しのね、あの工具もあるんで、それを使った方が楽だとは思います。はい、そんな感じです。でね、通常はここのね、この丸分のあるあたりから一個ずつ測って、でそれを紙につけといた方がいいですね。で、あ、何本目が、そうするとね、全体を見て何本目が、あ、緩いなと、あれ何本目がこうなんか異常にきついぞみたいなね、どっか一箇所だけね、こう緩んでるとか、そういったのをこのテンションメーターで発見した場合は、そこの部分をちょっと締めてあげて、その後このフレ取り台でフレを取ってあげてください。はい、テンションだけ変えるだけだとフレが出てしまうんで、そこはちょっと気をつけてくださいね。でね、今あの全体的にこう見てみましたけど、特に大きくずれてる場所はなかったんで、こんな感じで走ってって大丈夫だと思います。本当にね、大きくずれてると、例えばここが緩んだ状態で、緩んでるのにぶれずにこっち側でね、こっち側で、補正されちゃってて、こっちも緩んでて補正されちゃってたりとか、いろいろあるんですよ。あの振れがそんなに出てないとかね、そういう場合もあるんで、このテンションメーターでチェックするといいと思いますよ。購入してね、ホイール購入したりとかして、すぐテンションメーターで測っておくと、その時のテンション、覚えておけば、またしばらく乗った時にこう測ってみて、あ、なんか緩んでるなと思ったら締めてあげるみたいなね、そんなこともできるんで、そういう使い方するのもいいかなと思います。僕もね、あの購入したホイールとかはテンションを測ったりとかしてますんで、あのそういう感じでやるといいと思います。まあ、中古で買ったやつはねやってないんですけど、新品で買ったやつはやってます。はい、タイヤ外れました。はい、なぜタイヤを外したかというと、今からですね、縦フレを見てみようと思います。横フレのね調整は意外と簡単なんですけど、縦フレの方がね少しだけ難しいです。縦フレの方はね結構、横フレよりもこういろいろ考えなくちゃいけないことがあって、めんどくさいことはめんどくさいですね。はい、いかがでしたでしょうか。今回はね、こちらのゴリックスのテンションメーターとゴリックスの、フレ取り台、こちら2つ紹介しました。こちらのね、テンションメーターなんですけど、こちらは Amazon で4980円、色がね結構いろいろあるんで、まあ一番あのメジャーっていうか、まあ普段よく見るのは黒なんですけど、ピンク色っぽいのとか青いのとかオレンジとか赤とか、そういったあの色があるんで、まあ色付きねにするのもちょっと面白いんじゃないかなと思います。あとですね、こちらのフレ取り台の方は、Amazon で7999円ですになります。はい、こちらの2つ今回紹介いたしました。今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方、ぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録までの方、ぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなのを配信しています。そしてチャンネル登録はこちらのボタン、よろしくお願いします。